はい、皆さんこんにちは、若手歯科医師、歯科衛生士向けいろはにほへとまるはの田中です。今回は CR ですね。 CR のアシストの続きになります。前回ですね、ボンディングまで行きました。今回は重点になってきますね。はい、重点に関してはフロータイプ、そしてパテタイプと、この2種類があります。どっちを使うのかっていうのを、先読みして準備取得必要性があります。今回はですね、歯茎部のところの重点になっております。はい、なので予測としてはフロータイプですね。で、皆さんこう慣れてくると分かってくると思うんですけども、歯の色を見てですね、 A2 を使うのか、 A1 を使うのか、 A3 を使うのか、もうそこの部分先読みしておく必要性があります。なんで歯の色によって A3 なのか A2 なのか A3.5 なのか、これをですね、もうフロー前もって準備しておく必要性があります。ドクターに言われてからパスするのではなく、もうドクターが A2 という前に A2 でよろしいですかっていう言葉をかけるぐらいがちょうどいいですね。はい、じゃあ行きたいと思います。じゃあ先生、今回 A3 でよろしいでしょうか。はい、充填をする際も唾液を気にしてあげる。唾液を必ず気にしてあげながらアシストを行う。はい、このような形でパスをします。で、必ず充填をしましたら次に行うのはライトです。必ず充填をしたらライトをかけます。なのでドクターにパスする際はこういうふうな形で、必ずドクターが持ちやすいような角度と位置でパスをしてください。はい、でライトしている際もですね、必ずする際も必ず唾液を気にしない。はい、10秒ですね。このような形でパスして受け取る。基本的になんですけども、10秒で固まってきますので、ライトの方ですね、その10秒の時にはもらう準備をしておく。で、あともう一つ重要なのは、できればなんですけども、可動に充填している際にですね、過不足がどれぐらいなのか、ああ先生ちょっと足りないなと思ったらもう一回使いますんで、フローも準備しておく必要性があります、ね、なんで過不足を見ながら、ああ先生うまい具合に充填してるなと思ったら多分使わないですね。それのタイミングとかやり取り、そこら辺をもう自分の中で準備しておく必要性があり、足りない時はもう準備しておく必要性があり、もう一回使うな、そこら辺です。なのでアシストしてる時にどれぐらいその歯を見てるのかっていうのは非常に重要なわけですね。多くのアシスタントの人はただ単にこう立ってる場合が多いですね。立ってるのではなく、治療にもうほぼほぼ一緒に参加している気持ちでそのアシストにつかないと、なかなかいいアシストができないわけですね。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。